ヒーローデザイン研究所へようこそ。今日描いていくヒーローはこちら。お化け番組といっても怖いものが出てくるわけではありません。驚異的な視聴率を持つ番組のことをかつてこう呼びました。1970年代、関東圏では平均 27%、 最高 50% 超えという今では考えられないほどの視聴率を誇る番組が TBS にて土曜夜8時に放送されていました。それが伝説の公開収録型バラエティ番組、ザ・ドリフターズによる8時だよ全員集合でした。1970年代初頭、各局はこのお化け番組を追い落とさんと様々なアプローチで番組を制作します。そんな中、71年から始まった変身ブームに乗る形で関東キー局 NET が東映と共に打ち出した打倒全員集合のプランは、土曜夜8時から9時を変身大会と名付け、8時から8時30分には特撮を、8時30分から9時にはアニメを放送するという画期的なものでした。何が画期的だったのかというと、当時の子供向け番組はせいぜい遅くて7時半から8時までという暗黙のセオリーがあり、8時を超えてこれらの類の番組が放送されることはなかったからです。厳しいオタクでは子供は8時には寝なさいなんてことも普通にあった時代ですからね。折しも NET は土曜夜7時30分から8時に在阪キー局毎日放送と東映が制作したすでに大人気を誇っていた仮面ライダーを放送中で、その視聴層をそのまま8時以降へ持ち込もうという狙いがあったんです。今でいう日朝のようなことを土曜の夜、土夜でやろうとしてたんですね。人造人間キカイダーはその変身大会前半の特撮パートを担う作品として制作されることとなります。ちなみに後半のアニメパートは永井豪志原作のデビルマンが放送されることとなりました。結論から言いますと、この変身大会は視聴率的に大健闘を果たしますが、ついぞドリフを超えることはできませんでした。どの時代もバラエティは強いんですね。さて、人造人間キカイダーは仮面ライダーと同じく石森章太郎氏を原作に迎え制作されることになるんですが、実は企画プロット自体は仮面ライダーよりもさらに前に東映により建てられており、それは遡ること1969年、このチャンネルでもたびたび話題となる TBS 日曜夜7時武田アワーにて放送されていた東映京都テレビプロダクション制作の妖術武芸帳の打ち切りを受け、その後番組として用意されていたものだったんです。もっともその時点では石森先生の参加はまだで、タイトルも地獄からの逃亡者なんていう物々しいものでした。悪の組織ダークから離脱したアンドロイド K がダークの放つ刺客と戦う逃亡劇という立て付けだったようですが、特撮ヒーローが下火だったなどの理由で企画は見送られることとなります。ちなみに妖術武芸帳の後番組はスポコン路線の柔道一直線が放送されています。さて、時を経て復活を果たした地獄からの逃亡者は古紙のベースをそれとしながら肉付けされてゆき、様々なタイトル案を経て人造人間キカイダーとしてブラッシュアップされていきます。その概要を少しだけ。世界征服を企む犯罪組織ダークに拉致されたロボット工学の権威光明寺博士がダーク殲滅のために秘密裏に作ったアンドロイド、それが人造人間キカイダー。人間体であるジローの姿と人間的心を持つキカイダーは悪のダークロボットと戦いつつ、行方がわからなくなった光明寺博士を探すため博士の子供たちミツコ、マサルとつかず離れず旅をするというストーリー。不完全な良心回路を持つがゆえに善と悪との間で揺れ動くキカイダージローの葛藤や実ることのないジローへのミツコの思いなど、仮面ライダーとは一味も二味も違うドラマがふんだんに組み込まれた意欲作となります。さて、ヒーローデザインを見ていきましょう。一別してわかる通り、特徴しかない奇抜で大胆なデザインですよね。最大の特徴は左右非対称。しかもそれはカラーリングだけにとどまらず、ディティールも異なっています。デザインのヒントとなったのは、理科室にあるあの怖い人体模型。前述した通り、キカイダーは不完全な良心回路を持つ設定とされていたため、未完成感を体現するために引用されたんですね。素晴らしい発想と転換です。色彩の青は正義、赤は悪を表しており、かつ同時に知性と知を表しています。深いですね。また、青い半身は完全体。赤い半身のメカが露出した部分が、キカイダーの未完成を示す記号的表現となっており、実際のスーツでは、ボディ部分は型抜きされたレリーフ状のラテックスが貼り付けられ、マスク頭部はクリアアクリル越しにメカが見えるという、
ビジュアルインパクトの強いアイコニックな処理がされています。この段違いの頭部、たまらなく魅力的です。もしキカイダーが完全体になってしまったら、あれ、ちょっと魅力半減ですね。さて、キカイダーは終盤に向けて特撮史に名を残す記念碑的キャラクターが登場します。それがキカイダーの宿敵となるハカイダー。光明寺博士に作られた彼は事実上キカイダーの弟で、キカイダーと同じく人間体サブローの姿を持ち、その頭部には光明寺博士本人の脳が移植されているというキカイダーに負けず劣らずの個性的なキャラクターでした。このヒーロー側と同じように人間体から戦闘スタイルに変身する悪側の戦士は当時類がなくパイオニア的存在でした。そしてそのデザインも秀逸です。キカイダーが青、赤、ツートーンだったものに対し、ダークサイド一色に染まったことを示す全身黒ずくめのスタイル。しかし、キカイダーでも差し色として使われている黄色ラインを稲妻型にして配置し、キカイダーと兄弟機であることを示しているところも憎いですね。そして極めつけは頭部デザインです。キカイダーと同じくクリアアクリルで包まれた、それはメカではなく、有機的な脳。すごいですね。二者間の対比と掃除のバランスに痺れます。あ、そうそう。赤井はハカイダーのデザインのベースにサイボーグ009の004が引用されていると睨んでいるんですが、皆さんはどう思います？はい、最後まで視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではメジャーなものからマイナーなものまで、よりたくさんのヒーローデザイン図を描いていきたいと思っています。次は何を描こうかな。よかったらまた来てくださいね。それではまた。